絶対売れるこれ。氷柄ですね。氷柄いいかも。架空の中華料理屋さんっていうコンセプトでやってらっしゃることがちょっとアパレルさんに近いというか。明日天気になれ。一応あの今回 SS の新柄を、はいはい、持ってきてまして、いくつか、はい、これ10代のうわかわいい、パッカブレプロンの、はい、ちょっとレトロな雰囲気のものです。絶対売れるこれ、はい、色とかもいいですね、めちゃめちゃ、はい、これとあとちょっとあのナポリタンっていうのオレンジ色のシリーズがありますので、はい、絶対売れる。こういったものと、はい、あと、ちょっとかわいい、まあ、総柄の動物柄も、はい、あの人気ですので、ちょっとそういうものもいくつか用意しまして、はい、これゾウを全面にあしらったようなキャラですね、はいはいはい、他にクジラとかも、はい、あったりします、あと最近あのこういうちょっとネイティブ柄というか濃い柄のものが結構秋冬からすごく動き始めたので、はい、ちょっとそういったもの新色ですね、こういったトライバル柄と、はい、あとはちょっとうち結構多いんですけど、ペイズリーの柄もちょっと新しく、ちょっと大きめの、はい、ペイズリーの柄のとか新柄が増えました。新柄が増えてます、はい、はいですね、はい、あとはですね、あちょっと変わり種のところで、まあ、こういったヒョウ柄ですね。ヒョウ柄とか、ヒョウ柄いいかも。ヒョウ柄とか、はい、ちょっとこうぶっ飛んだ柄のものとか、はい、ヒョウ柄のエプロンって見たことないかも。そうだねはですね、まあ、ちょっとこれ全部はちょっと紹介しきれないんですけど、これはあの玉川飯店といいまして、あの弊社が玉川に事務所があるんですけど、はい、そこから取った架空の中華料理屋さんというコンセプトで作ったエプロンでして、まあ、ポケットがメニュー表になっているという。なるほど、まあ、こういったものとか、あとはこれなんかもちょっと変わり種ですね。だいぶちょっと花火をあしらったような、はい、模様のものですとか、すごい増えてる。本当だな。ワンデザインどれぐらいから作るんですか？ワンデザイン、だいたい500とかそんぐらい作りますね、最低でも、はい、全部インド製なんですけど、はいはい、でまあ、ご存知か方も多いかと思うんですけど、まあ、プリントをしてウォッシュ加工、洗いの加工をしているので、こうあもう買った時から新品の時からある程度使いざらしたようなちょっとヴィンテージな雰囲気が出てます。まあ、これちょっと鳥獣戯画をあしらった和柄のモチーフのものになります。一応ここまでがあの定番の2000円の上代のシリーズのものでして、はい、でちょっとですね、パッカブルではないですけども、新しい形のエプロンというのを今回ちょっと新たに出させていただくので、はい、ちょっと一部紹介させていただければと思うんですが、はい、これがまあサロペットエプロン。あまあ、ほぼお洋服というかワンピースみたいな、ね、はい、後ろもしっかりこういう、エプロンといえばエプロンですが、はい、ワンピースのような感じで着れるものであったりとか、それで上代、あこれはですね、4000円になります。へえ、はい、あとはこれなんかもちょっと変わり種で、もうアパレルになってきてますね。アパレル、そうですね。わかりますかね。はい、あのどっちでも着れるんですよ、ね。分かれてるんですね。はい、そうです。こう分かれてる感じで、この紐で縛ってもらうような形のものですね。はい。まあのこっちの 丸首の方にするとちょっとギャザーが入ってまして。違うんだ。はい、後ろもちょっとこういうシュッとした感じの首になると、こっちはもうギャザー入れてないんでシュッと着れるので、その日の、本当気分次第で全部で大体4パターンぐらいできます、着方が。はい、ちょっと詳しくはまたカタログ等で。はい、あともう一個、ちょっとこれもやっぱりちょっと女性的な雰囲気のものになるんですが、これめちゃめちゃ紐が長いんですけど、はい、ここで結んで蝶々結びするとちょっとリボンみたいな感じ。あ、はい、そうですね、うん、ですね。これでちょっとこう首掛けた時に後ろがリボンのような形になると、はいはい、いうものです、ね。で一応これも着方が実は2パターンありまして、ここに首で掛けるタイプと、この腰紐部分、ここをここを結んで、はい、はい、
要はもうこちょっと肩にかける感じですね。こういう、こう通す。ああ、わかりますかね、これ。超エプ的な。あ、そうそう、超エプ的な。でそこでバッテンにしてもいいし。はい。その時も結構紐どっちも長いんで、まあ蝶々結びするとちょっとリボンがこう背中のところにできるみたいな感じのやつになります。これなんか、これはちょっとあの4,500円ですね。はい。夏とかいいかもね。そうですね。これ実はエプロンなんだよとか言ってね。これ実はどっちもあの綿麻素材なのですごく軽いんですよ。麻が、はい、麻が入ってて、はい、キャンプとかでね、実はこれエプロンなんだよ。夏なんかもぴったりです。でもう一個最後にいいですかね。もう一個あの綿麻素材と、あとこれからちょっとハーフとかもギフトに良さそうなのが、はい、パッカブルタイプで、ちょっとサイズがね、大きめサイズになるんですね。はい。でまあ、バッククロスでこれなんかもこうかけるだけっていう感じで、ああ、はい、いいですね。はい、紐とかで結ぶ必要もないものです、うん、で、まあ、僕170センチ身長あるんですけど、はい、まあ、僕が着たい感じでもそんなになんか、はい、ダボっとした感じにはならないと思うんですね、うん、なのでちょっとあの厚着してた時、まあ、それこそ本当キャンプとかアウトドアとかで着ててもなんかそういうなんかなんですかね、オーバーとかジャケットものとかで着てても、はい、そんなになんか着づらいとかきついっていう感じにはならない。はあ、一応エプロンの新作このあたりは、はい、あ、なるほど、はい、なんかすごい新作出されるじゃないですか、はいはい、やってらっしゃることがちょっとアパレルさんに近いというか作り方が、あ、でも、はい、あ、そうかもしれないですね、はいはい、その分売り場がすごい入れ替わっていくんで、はい、なんか楽しく売り場展開できるんで、はい、すごくいいなって思いますので、これからもどんどんはい、俺やっぱクリームソーダ良かったな。ああ、佐久間さんちょっとクリームソーダつけてみて。クリームソーダつけてみましょうか。うん、頭入る。ちょっと見たクリームソーダ良かった。あのアンドパッカブルのキッズサイズってあるんでしたっけ？はい、あります。あ、キッズもいいよね、絶対ね。いいですね。これ今物ないんですけど、はい、あのサイズ調整ができたりとか、はい、あと頭に巻くバンダナがついてたりするので。あ、これね、キッズのクリームソーダも可愛いよね。あ、おったらいいかもしれないです、ね、出ますか？検討します。ありがとうございます。でもこれ出たら絶対入れなきゃなんないよね。そうですね、責任がありますけど。レトロ柄いいですね。おー、ここちょっとざっくり縛りましたね。うん、クリームソーダです。うん、ポップ。あ、でもこう見える色がこう、うん、経験したことのない色ですね、うん、プロとしては、うん、気分変わりますよね。出てると思いますよ。本当にやる気スイッチみたいになって、なんかよし作業するぞみたいな、料理するぞって気分になります。いい感じです。なるほど、はい、いいですね、はい、これは絶対仕入れてください。はい、お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。